さあ改めまして長谷川さんをお迎えして、続いてはこちら、ファンからの質問に打撃一戦答えていただきます。よっ、いっぱいあるよ。待ってました。ね、インスタグラムで募集した質問の中から一部抜粋しておりますので、はい、長谷川さん NG なしで OK です。わかりました。ありがとうございます。食い気味で助かります。さあそれではたくさんいきたいんでテンポよく参りましょう。まずは第一問こちらです。15年間対戦した中でナンバーワンピッチャーは、難しい、ね、難しいですね、いきなりね。いきなり、うん、ダルビッシュ投手かな。うん、絞り出したダルビッシュ。やっぱりそうなりますね。そうですね、はい、じゃあ続いていきましょう。こちらです。中村晃選手と似ていると思う部分はどこですか。うん、口数が少ないかなとは思ってたんですけど、はい、ご自身がおっしゃると中村選手は確かに自主トレの時2人だけど、ほとんど喋らずに黙々と、うん、黙々とね、うん、何か中村晃選手に伝えたいこととかありますか。いやもうね、まだまだヒットたくさん積み重ねていってほしいなと思います。まだまだ晃頑張ってくれよと。そうですね、まあこんなもんじゃない、うん、ね、みんなが思ってるんで、うん、たくさんヒット打ってほしいと思います。どちらも職人っていう感じがしますからね。さあ続いてはこちらです。長谷川選手から見て今後の成長が楽しみな期待の若鷹は。これは、うん、どうですかね。まあリチャードと三森、やっぱりこう2人にはまず、まあ、来年の話になるんですけども、うん、しっかりとこう独り立ちできるような、うん、成績をまず残してほしいなと思いますね。レギュラー定着して、うん、そうですね、暴れてほしいなと、はいはい、さあ続いていきましょう。こちら、一日だけ生まれ変われるならなりたい選手は誰ですか。すごい。千賀投手。おこれはピッチャーに。ピッチャーに。あ、じゃあ登板日ってことですね。一日はその。そうですね。そうですよ。やっぱそっちね。やっぱ投げてみたい。うん、やっぱり野手ってピッチャーへの強い憧れってなるんですよ。はいはいはい。あるんですか。やっぱ大体ね、少年時代ピッチャーもやって出ましたんで、うんうん、まあやっぱあれだけねすごいボールを投げれるというのはやっぱすごい憧れが、はい、やっぱありますね。千賀投手、千賀投手になりきってフォークの握り見てみたいとか、そういうことなんでしょうね多分ね。なんであんなに落ちるのかとか、ほーっつってね。すごい。さあ続いてこちらです。野球以外で今一番やりたいことは。やりたいこと、うん、全国のサウナ施設を巡りたいです。うん、サウナ好きなんです。サウナ好きなんですか。大好きです。あら、じゃあリフレッシュ法みたいなのもサウナでっていう感じですか。そうですね、まあね、ここ数年はちょっとなかなか、まあ、行けるような状況でなかったんですけども、まあ少し落ち着いてきたら、まね、全国巡りたいなと思います。すごい、すごい。じゃあまだ行きましょう。続いてこちらです。ホークスの中で長谷川2世は誰がなると思いますか。2世、うん、難しいな。難しいですね。まあ柳町。柳町、これどういったところが。まあ彼もどちらかというといぶし銀系のタイプ、うんうん、じっくり球を選んで、うん、打っていくスタイルなんで、はい、まあなかなかねこのホークスにはいないタイプですので、はい、しっかりとその技術を自分のものにして、9人並ぶ中でこう個性のある一人になってほしいなと思います。これ今日言われた選手嬉しいですよね。出たって思いますよね。わーっつって見てほしいですね、録画してね。ということで質問コーナーは以上となります。はい、長谷川さんありがとうございました。来たかったな。